皆さんこんにちは。なるほど。てんです。今日も謎解きの時間で遊んでいきます。さあ、ファイル53。日々の入った友情と。さあ、何があったんでしょう。クエスチョン1。ABC の3人での会食中、C が突然苦しみ始めた。どうやら何かに毒が入っていたようだろう。毒が入れられていたのはどれでしょうと。うーん、まあ、ワインっぽいですけど。 ですかねお良よかったです、えー、C の皿のステーキは減っていないので、えー、まだ口をつけてないことがわかる毒が入っていたのはグラスに注がれたワインだとさあクエスチョン2最初に疑われたのは潰符の良い A ボーイがワインを運んでくるとそれを奪い取り自らの手でワインをなみなみと注いだからだと、えー、しかし A にはワインを自分で注ぎたがる理由があるそれはどの部分からわかるかと え、お薬ですか内服やかりますけど。まあ、でもあれですよね。お酒とお薬ダメなんじゃないですか多分。あ、違うんですね。まあ、ダメですよね、もともと。えー、どの部分からわかるかと。えー、なんででしょう。んということですかね。えっ、ー、と、自らの手で注ぎたがる。 注ぎたい方注ぎたい方って。え、なんでしょうね。左側のポスターってあれですよね。こちらの方ですかもしかして。顔がものすごく似てますけど。え、ほ他に何かありますかね。ご飯、料理食べてるから早く飲みたかったとかそういうことですかね。他になんか理由があるんですか注ぎたい理由。あ、違いますね。 えー、ワイン好きだからとかじゃなくてですかうん。おえー、難しいですね。あ、全然当たらない。えー、でも他にないですよね。救急車じゃもうないでしょうか。ポスター。 多分ポスター、なんでですかね。おおえ、なんで、なんでポスター、同じ方ってことですか ?A の顔写真が、やっぱそうなんですね。入ったポスターが店内に飾られている。そう。A はこのステーキハウスのオーナーなのだと。あ、オーナーさんだったですね。自慢のワインを自らの手で注ぎたいという行動は不自然なことではないかもしれないと。A を犯人とするのは想定ですかと。いやー、ちょっと難しかったですね。そこまで読めなかったですね。クエスチョン3と。 B は C が,もが、えー、苦しみ始めたときほとんど驚かなかった、冷静に対応したことが分かると部分を選びと、あ救急車を、えー、呼ばれてから電話されてるってことですか。<laughs> さあ B は苦しみ始めた C に声をかけたり、周囲に助けを求めたりせず、A、真顔で救急車を呼んでいる、まるで C がどこを接種することを知っていたかのような対応だがと、確かに。 えー、クエスチョン4一時は疑いが薄れたがあるものが発見されて再び A に疑念の目が向いた A がどこを隠し持っていたのだとどこがどこに隠さ,れた、えー、隠されていたのかとああこれはもう内服,やつ内服薬ですよねお薬ですよねおお4問目が簡単嬉しいですね A は風邪を最近ひいてしまったと言って食後に飲む内服薬 えー、内容薬な、なんて言うんですかね、えー、薬を持ってきていたと。A は毒薬をこの袋に入れて、えー、一緒に持ち込み、ワインを注ぐ、えー、動作に紛れて C のワインに混入させたのだと。ABC の3人は古い友人だったが、同じ外食産業でしのぎを削る、あライバル同士、オーナーさんたちだったんですか彼らの友情にはとっくにシーが入っており、何でですかね、悲しいですね。修復は不可能だと。 A の計画に B は気づいてたんですか止めようかと、えっと、あ、止めなかったと取り調べ室で語ったようだったと。いやー、すごいですね。もう皆さんもお気を付けください。大丈夫だと思いますけど。えー、ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。